滋賀県は今日新たに152人の感染が確認されたと発表しました。滋賀県では前の週の同じ曜日に比べて16日連続で減っています。続いて昨日の感染状況です。昨日は177人の感染が新たに確認されています。先週の同じ曜日と比べ、およそ20人減っています。 昨日午後5時現在の病床使用率は10.2%。重症者はいません。次です。まもなく本格的なレジャーシーズンを迎えるにあたり、懸念されるのは水の事故です。尊い命を守るために私たちができることとは。はい、は大津市今方田の造船所には今日。 県警の水上警察隊をはじめとする警察官およそ30人が集まり、琵琶湖での船の事故に備えた救助訓練に臨みました。訓練は、今年4月、北海道知床沖で起きた観光船の沈没事故を受け、船に見立てた手漕ぎのボートが波などの影響を受けて沈没したという想定で行われました。訓練では、機動隊の潜水班らが 水中で乗船者の捜索や救助活動にも当たりましたまた落水した時には体温の低下が命を脅かすということから造船所の職員らが水に浸かることなく救助を待つことのできる救命イカダの使い方を警察官らに実演で指導しました天候が悪くなった場合に、えー、船を置き出さないことに注意していただくほか もし天候が急変した場合には勇気を持って引き返していただきたいと思います船に乗る場合には必ずライフジャケットを船長さんのほか乗組員全員がつけていただくようによろしくお願いしたいと思います一方、地域の人たちによる人命救助もあります大月北消防署は今日溺れている子どもを助けた男性らに感謝状を送りましたこのうち 大津市本片田に住む自営業の本郷徹さん52歳は今年4月、近所の小川で溺れている7歳の男子児童を発見、助けようと川に入りました。もうとにかく必死だったもんですから、人命救助しないといけないというか、もうわ、ね、が子が溺れてるみたいな感覚で見てましたから、とにかくなんとかしないといけないと、それしか考えてなかったです。 本郷さんは、周囲に大声で助けを求めることで、なんとか児童を救えたと言い,いますそれ、1人で救おうとしてたちょっと自分も危なかったと思うんです、周りの人の救助をとにかく呼びかけて、数人で救助するのがやっぱり大事かなというのは、とっさの勇気が救う命、その一方、二次被害は防がなくてはいけません。 目の前に溺れている人がいたら、どう行動すればいいのでしょうか具体的には、ペットボトルであったり、あと空のポリ容器であったり、また、当然、琵琶湖の周りですと、よく救命負荷とかも置いてますので、えー、正しい用具を置くものを投げてあげることが一番いいと思います。さらに、何か手、または棒などを差し伸べて、こちら側に引き寄せてあげる。 溺れるなど、助けに行く側が事故にあってしまう可能性が高い災害ですので、必ず、えー、自分が受ける浮くことのできる浮力体、えー、ライフジャケットなどを身につける、またはしっかり浮くものを持って入水して助けることが重要です。とっさの場合だからこそ、周囲にも協力を求める、何か浮くものを用意するなどの対策も忘れないようにしましょう。では、 次です。2027年度の開校を目指す高等専門学校の設置場所について、滋賀県は、県有地の中では安市の旧安川が最適とする結果をまとめました。今後、各市町から提案される場所と比較し、最終的な設置場所を決定します。県立高等専門学校の設置場所について、県は、 まず県有地の中から最適な場所を選びその後、市町から提案される場所と比較し最終的に決めることにしています昨日、県有地の選定結果が公表され安市一宮家の旧安川の土地およそ4万3000平方メートルが最適とされました県はこの場所を含む県内6つの県有地について 評価・検討ししてきましたこの中から旧安川を最適とした理由については JR 安駅から自転車でおよそ6分など交通アクセスが良く周辺にグローバル展開を図る事業所が立地し企業からの教育面での協力なども期待できるなどとしています。一方でで細長い土地であるため設計や 建築上の制約の恐れがあることや校内の移動時間への影響といった懸念も挙げています県では来月8日まで市町からの提案場所を募集していてすでにおよそ10の市町から誘致を求める声があるということです今後、県有地の中では最適とされたこの旧安川の土地と市町から提案された場所を比較・検討し 最終的に8月に設置場所を決定することにしています。去年、県内で新しく設立された法人の数は1000社を超え、過去5年間で最も多かったことが民間の調査会社の調べで分かりました。民間の調査会社東京商工リサーチによりますと、去年1年間に県内で新しく設置された法人の数は 1080社となり前年と比べて18.2%増えました過去5年間で最多の新設法人数となっています業種別で見るとサービス業他の新設が452社と最も多く次いで建設業が173社となっています県内で新設の法人が増加した要因については コロナ禍における企業を対象とした国や自治体の各種補助金制度が企業の意欲につながり、後押しした可能性もあるとみられています。ただ、一方で、新設法人の増加が地域経済の活性化や雇用創出につながっていくかどうかについて、東京商工リサーチはしばらく状況を注視する必要があると慎重な見方を示しています。 地域とのつながりを大切にしようと、今日草津市で園児たちが育てた花の苗が地域の交番などに送られました。草津市のしずこども園では、毎年春と秋の2回。近くの交番などに花の苗を送る取り組みをしています。今年は。 5歳児23人が4月に種をまいて育てたマリーゴールドの苗を送りました園児たちは大切な苗を優しく植えていき自分たちの似顔絵や感謝の気持ちが描かれた手作りの看板も添えていました園児らはこの後 J.A. レイク氏が志津こども子供園では、こうした取り組みを通じて、地域の方に見守られているという安心感を園児らに感じてほしいとしています。穴掘って、お花を入れて、土かぶせた、大変だったっけど、楽しかったです。 ここに自分たちを見てくれてる人がいるなとかいつでも声をかけたら助けてくれる人がいるなって子どもたちはやっぱり安心できる環境が作れるかなっていうことと地域とのつながりっていうのが持てる機会になればいいな。